こんにちは、ゆこです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はニューヨークの無料フリーで楽しめる夏のイベントをご紹介いたします。ニューヨークには8月の週末にサマーストリートというイベントがあって、朝7時から午後1時までパークアベニューが歩行者やアクティビティのためにオープンストリートになります。この時間帯は車が入れないので、自転車に乗ったりジョギングする人たちがマンハッタンを安全に楽しめるイベントになってます。こちらのイベントは参加費は無料で、子供から大人まで楽しめるファミリーフレンドリーなイベントで、イベント中はストリートがオープンになるだけではなくって、いろいろなアクティビティも用意されていて、それらも全て無料です。マンハッタンではブルックリンブリッジからイーストハーレム、ストリートナンバーで言えば 125th Street までがオープンストリートになっていて、この区間5つのレストスポットがあります。休憩場所が設けられています。各スポットによってやっているアクティビティが違って、例えば自転車のフリーレンタルがあったり、ヘルメットを無料でもらえたり、アートの作品作りとか、それとか、スポンサーとか参加企業らのブースでは、ドリンクとか食べ物などももらえます。それらも全て無料です。今日は私も自分の自転車でマンハッタンを走ってきました。しかも頑張ってブルックリンブリッジからイースト 125th Street、イーストハーレムまで片道 16.5km。 英語で言うと10マイルぐらいです。10マイルぐらい の距離、片道の距離を、下から上まで行ってきました。で、しかも私パンデミックの時に自転車を買ったんですね。パンデミックの時に自転車がアメリカですごいソールドアウトになって、で、どこに行ってもニューヨークで自転車買えなかったんですよ。なので私マイアミでちっちゃいなんか自転車屋さんを見つけて、そこで作っている自転車を取り寄せたんですね。で、その時に買ったのが、郵送できるものだったので、折りたたみ式のコンパクトサイズの自転車を買ったんですけども、パンデミックの時はねよく使ってたんですけれども、パンデミックが終わってからはまたストリートにね、人がいっぱいいるっていうことと、あともう車もうすごい渋滞とかしてるので、最近全然自転車使ってなかったんですよね。なので今回それを取り出して、コンパクト式の折りたたみ式の、コンパクト自転車でブルックリンブリッジからイーストハーレムまで行ってきました。もうそんなんすんの私ぐらいかなと思うんですけど、頑張ってきました。今日はなんとハーレムでニューヨーク市長のエリック・アダムス市長をお見かけしました。もうね、生でね市長を見るのは初めてだったので、ちょっとテンション上がりました。このアダムス市長は2022年の選挙で選ばれています。そしてこのアダムス市長もね、人生でねいろんな経験をしてきたみたいなんですよ。彼はジャマイカ南部でね家の掃除をしていたシングルマザーに育てられるんですけども、彼は6人兄弟の1人です。そしてその彼の幼い時っていうのは、多分家がちょっと貧しい感じで、家に帰ると今日家出てってくださいの立ち退きの通知があるか、テーブルの上にご飯があるかどっちかわからないいうようなちょっと不安定な生活をしていたとには書いてあります。15歳の時に寮みたいなところの地下室みたいなところで、なんか彼はその他の警官になんか殴られるみたいなんですね。で、その時に彼はなんかこれちょっと違うんじゃないかな。で、その後にちゃんと彼はしっかり警察になります。そして彼はニューヨーク市警に入るんですけども、そこではすごく優秀な成績を収めて、警察の中にあった内部にあった人種差別とか偏見をすごく批判して、大規模な革命を起こしたそうです。そしてそこから何年も経って、でその後はブルックリンあるじゃないですか、ブルックリン区 の初の黒人の指導者となって、2013年に、ブルックリンの区長に選ばれました。そして2022年にニューヨーク市長になりました。なので彼もいろいろな、経験をされていて、でも元警察官みたいです。では今日自転車に乗ってブルックリンブリッジからハーレムまで行ってみて、いろんなものをねいただけたので、なんかそれのご紹介をねささっとしたいと思います。まずこのスマートウォーターいただけました。
なんとねこのスマートウォーターの人めっちゃ優しくて、これなんか3本ぐらいもらったんですよ。でまた同じスマートウォーターなんですけど、こちらはキューカンバーライム味。Okay, so what are the flavors? The flavors are passion fruit mango. He also has strawberry blackberry and cucumber lime. And this one has more of a fresh taste to it. And these are kind of like more on the sweet side, but zero sugar. Can I try this? Yeah, go ahead. This has no sugar, right? Yeah, no sugar. Yay! This has more of a fresh taste. Let us know if we keep your bottle as well. I love it. Yeah, I love it. This is a strawberry blackberry. This is a strawberry blackberry. This is passion fruit mango. You like this one? Very much. Yay! I got it. これね、なんかあのサンプルがあって飲んでみたらめちゃくちゃ美味しかったです。で、ボトルもちょっと大きいんですね。これすごいおすすめ。めっちゃ美味しかったです。またお水になるんですけど、やっぱ夏なんでね、まあハイドレーション大事ということで、これはボックスドウォーター。Boxed water is better って書いてますね。Boxed water の方がいいって書いてるんですけども、これは普通の purified water ですね。で、次にいただいたのがこれ、ウォーターボトル。なんか嬉しいですよね。なんかちょっと運動しに行った時とかに、全然なんか使える、もちろん新品で、すごい嬉しい。で、これいただいて、で次はじゃん。ココナットジュースドリンク。これね、私飲んだことあるやつかわかんないんですけど、たまにあのココナットジュースはあのホールフーツとかで買って飲んだりとかしています。これもたまにね、あの冷やして飲んだりとかするとすごい美味しいですよね。で次にもらったのがこちら、サンゾ。これね、多分ホールフーズやったかターゲットか、ちょっとどっちか忘れたんですけど、よう売ってます、アメリカで。これ私も飲んだことあるんですけど、これはマンゴーのスパークリングウォーターで、あの砂糖とかが一切入っていないっていうね、本当のフルーツからできてるやつですよっていう、これが、まあ、traditional Asian flavor と書いてるので、まあ、そのアジアでよく食べられているなんかフルーツを使って作っているスパークリングウォーターで、次にもらったのがこれ、乳製品が入っていないこのね、バナナとイチゴのスムージー。これちょうどね、食べやすい、お子様でも食べやすいような形になっています。そして次にもらったのがヨーグルト。これすごいよね。あの自転車とかジョギングしてる人たちがいるんですけど、これもうあのバンバン配ってるんですよ、外で。こう嬉しかった。でまたこれヨーグルトなんですけど、こちらチューブに入ったこれはバナナとストロベリーのヨーグルトです。これたまに私ねスーパーで買ったりとかするので、このチューブじゃないけど普通のこういうのに入ってるヨーグルトを買ったりするので、これすごい嬉しかったです。次にいただいたのがじゃん、プロテインパウダーですね。私あんまりね、なんかそういうなんかワークアウトとかエクササイズとかそういうことについてなんか全然あんまり知らないんですけど、このプロテインパウダー、なんかあの朝ごはんに混ぜたりとかヨーグルトに混ぜたりとかして簡単になんか食べれますよって言われて、これサンプル品いただいてきました。そこでねドリンクもあったんですけど、ドリンクすごい美味しかったです。そして次にいただいたのがこちら、これねチーズの会社なんですけど、アスタプレイスの近くでベーグルとそのチーズのサンドイッチ、すごいあったかいものだったんですけど美味しかったんですけども、なんか朝ごはんがフリーやったんですよ。でそれでなんかあのこれクーポン、1ドルオフのクーポンいただきました。このねあの種類のチーズ、たまに私スーパーで買うので、ちょっと1ドル安くなるなんてすごく嬉しいと思って。でまたさっきのあのプロテインパウダーのクーポン、これはなんかアマゾンとかで買えるみたいですね。で次ね、なんかめっちゃ嬉しかったんですけど、こちらメットのマグネット、あの冷蔵庫とかでピッて貼れるやつね。これなんかちょっと嬉しいですよね。でこれも何個かいただいたんですよ。だから日本に帰る時に一応お土産として家族に持って帰るかなと思っています。でもっともっと嬉しかったのが、これもメトロポリタンの筆、なんか知らんけど筆が置いてあって、筆とペンソル、鉛筆ですね。なんかアーティストじゃないけどもらってしまいました。そして次めっちゃ嬉しかった、じゃん、こちらメットのチケットです。これはフレンズ&ファミリーパスで5人まで行けるんです。自分を含めてあと4人連れて行けるっていうねフリーパスなんですけど、これねすごい嬉しかったです。
うん、これね、誰か、まあ、日本からね、家族とかはあんまり来ないんですけど、もし来てくれたらみんなでメット行けるよっていう感じなんですけど。そしてギフト、まだまだあります。これちょっと何かわからないんですけど、はい、この服もいただけました。なんかユニフォームみたいな感じなんですけど、これちょっとね、着れるかわかんないんですけど、でもこれもね、もう完全無料ね、なんかブースに行ったらくださいました。すごいですよね。でまたこちらも、うん、さっきのスマートウォーター、お水もね、結局このお水もめっちゃいっぱいくれたんですけど、このお水プラスなんと T シャツもくださいました。嬉しいわ。これはね、家で着れるかなと思って、ちょっとサイズ大きいんですけど、今オーバーサイズ流行ってるし、うん、着ようかなと思ってます。嬉しい。これもね、フリーでいただきました。そして最後、こちらもね、すごい嬉しかったんですけど、じゃん、これね、メトロポリタン のメットミュージアムね、メトロポリタンミュージアムのところでなんかブースが出てて、なんか自分で手作りでエコバッグを作れるっていうのをやってたんですよ。でもちろんバッグ自体はこうやってくれるんですけど、こういうね、スタンプをね、自分で押していけるんですよね。でみんなもたくさんブワーって言ってスタンプを押してたんですけど、なんかすっごい混んでて人がいっぱいだったんで、私はなんか一つだけ押したんですけど、これは自分のオリジナルバッグっていうことになります。なのでエコバッグをね、作れたりとかするようなブースもあって、とっても楽しかったです。これなんかね、使えそうですよね、1個だけ。